皆さんこんにちは、ワナリグリミジです。では今回は提督の下山3パプキとセガサタン版霊帝沖海戦やり直しのやり直しプレイ、やっていきたいと思います。まあ、つまり3度目ということになりますので、3度目の正直になるようにしっかり頑張っていきたいと思います。前回からの変更点ですね。まずですね、もう大胆に人事を変更しました。とにかくアメリカ軍の空母部隊に数が多いので、なんとか砲撃戦に持ち込んで、ちょっとでも早く敵部隊、敵空母を撃沈できるように、とにかく砲撃戦の強いキャラクターを戦艦に乗ってもらうと、巡洋艦に座礁させるということを行っています。まあ一つ例を挙げるとですね、戦艦ヤマト武蔵、これが入っている第二艦隊の第二戦隊、ここにはですね、帝国、その中でも一番攻撃戦の強い原さんに入ってもらいました。さらに、巡洋艦4隻を要する第一戦隊ですね。こちらにも橋本さんに入ってもらったりということで、もう大胆に人事を変更してます。続いて第三艦隊もせっかくなのでご紹介しておきたいと思います。戦艦、金剛、春菜が入っている第三艦隊の第一戦隊です。ここもですね、砲撃戦の強いキャラクターで、ご覧のようにずらっと固めている状態です。同じことを第4艦隊でも行っています。第4艦隊には戦艦不走が入っているので、まあ、そこにですね、しっかり、砲撃戦戦えるキャラクター、これを入れてあります。で、もちろんですね、レイテには、前回と同じく、硫黄島の戦いで有名な栗林さんに入ってもらっていると。まあそういう状況ですね。で、レイテなんですけども、やっぱり陸戦隊の数が足りなくなるので、常にマニラとレイテ間で陸戦隊を輸送できるように、先ほどご覧いただいた戦艦の部隊も場合によってはですね、陸戦隊で輸送に回ってもらおうかなというふうに思っています。では、これで時間を進めていきましょう。では今マニラに入った第5艦隊ですね。これはもう完全に輸送艦隊という形で使っていきたいなと思うんですけども、船体を分けてですね、1回に輸送できる陸戦隊の数をちょっと増やしていこうかなというふうに思います。さあ、マニラの基地航空隊ですけども、ここに見えているのがですね、アメリカ軍の潜水艦隊になります。まあ、これ相手にする必要ありませんので、とりあえずレイテに上陸してきている敵部隊ですね、これをマニラかの基地航空隊で空爆して撃退支援を行います。はい、壊滅させましたね。ちょっとでも早くこのレイテので、敵部隊を排除しておこうと、まあ、そういう作戦です。では敵部隊発見までは各基地航空隊温存します。もう唯一残っている航空艦隊草加さんに指令を任せていますが、これが今台湾に入りましたので、まずはですね、母艦に航空機を補充しましょう。唯一残っている正規空母随格ですね。まあこういうところにですね、まあしっかりと航空戦力を配備しておきましょう。では深夜1時という時間ですけども、第3艦隊がまず最初にレイテに到着してくれましたので、ここで陸戦隊を下ろしましょう。だいぶ数が充実しましたね。まあ、ただすぐすり減ると思いますので、まあしっかりと対策はしておきましょう。
さあ、第6艦隊、つまり先ほど台湾で補充をかけた部隊が、敵艦隊発見してますね。ただこの第6艦隊の航空戦力は脆弱なので、特に対抗することなく台湾やマニラの基地航空隊に任せましょう。ではマニラの基地航空隊を使って発見した敵部隊、空母4、戦艦に巡洋艦4という、大規模な艦隊ですね。ここに攻撃を仕掛けられるかどうか、確認していきましょう。待機数44だとちょっと厳しいかな。もうちょっと敵を引きつけないといけないですね。このマニラに関してはですね、レイデンにほど近いということもあって、どちらかというと航続距離の短い、航空兵力を集めているところなので、まだ届かないっていうのが正直なところですね。見送ります。さあ、では意識立候をたくさん配備した台湾高雄の基地航空隊、これで発見しているアメリカ軍の艦隊に攻撃しかけましょう。ここには空母レキシントンがいましたね。レキシントンを沈めて、残り3空母も含めて全部攻撃ね、対象になると思いますので、今回は高雄の基地航空隊使ってますけども、この後接近してきたらマニラ、あるいはメナド、ダバオ、タウイタウイ、こういったところの基地航空隊をしっかり活用していきたいと思います。正規空母 SX 型沈没しましたになりましたね。撃沈はできなかったんですが沈没しましたね。おそらく何かしらの攻撃が誘爆なりなんなりっていうことで、沈没、最終的には撃沈できたのかなというふうに思います。大きかったですね。ただ航空機消耗激しいので、意識立候でしっかり生産して補充していきます。さあ、第7艦隊、つまり潜水艦隊ですね、ここも敵部隊を発見してくれています。ここもこの敵部隊にまずは偵察行為を行いましょう。メナドの基地航空隊で偵察した敵艦隊ですけども、空母6ということなので、これ軽空母6隻からなる第9艦隊だと思われますね。これもしっかり仕留めにかかりましょう。ではマニラで陸戦隊を補充した第5艦隊ですね、レイテに陸戦隊を下ろします。常に陸戦隊は数が多い状態をちょっとでもやっぱり維持しておきたいので、これで再び第5艦隊に関してはマニラに戻ってもらいましょう。しかも急いで戻ってもらう必要があるので、なんとかね、一隻でも多く無事にマニラに戻ってもらって、マニラでまた陸戦隊を積んでゴレイテに戻ってきてもらいたいなというふうに思います。では続いて、第6艦隊空母機動部隊ですね、ここから前期出撃でレキシントンのいた敵空母艦隊ですね、ここに攻撃仕掛けていきます。空母3、戦艦に直撃機はゼロですね。ここまで再三にわたる攻撃で直撃機上げられるタイミングじゃなかったと見えます。できればね、レキシントンが残り耐久だいぶ下がっていたと思うので、レキシントンの撃沈を目指しましょう。どっちの空母にレキシントンがいるのか把握できないので、まずはこちらに一撃加えてみます。空母がいたのかどうか、残念ながら判別できませんでしたね。はい、草加さんのね、航空艦隊、うまく敵を撃沈させることはできませんでしたが、まずはね、敵に波状攻撃を仕掛けて、航空兵力が直縁として出てこられないようにするという目標は達成できているかなと思います。では続いてメナドの基地航空隊ですね、全140機全部出撃していきます。アメリカ軍の第9艦隊、ここは軽空母6隻からなる機動部隊になっていると思います。ここも直撃機上げられない状態、うまく作り出すことできてますね。
ネダドの基地航空隊で攻撃開始です。3つの航空隊に分けました。140機を3つですね。はい、メナドンの基地航空隊ですが、敵軽空母3隻撃沈してくれてます。まあ、この3隻撃沈したことによって、この第9艦隊もね、もう軽空母3隻だけになってると思うので、まあ、だいぶ戦力はね、削れたかなと思います。続いてダバオの基地航空隊も、もうここに波状攻撃を仕掛けていきましょう。ここも前期出撃ですね。まあ、飛燕が、どうでしょう。航続距離がちょっと足りずに、今回は護衛機がつけられない状況ではありますけども、どうしても仕留めておきたいので出撃しましょう。はい、アメリカ軍第9艦隊の軽空母残り3隻も撃沈。第9艦隊は、まあ、事実上壊滅させたと言えるところですね。駆逐艦が5隻残ってますけども、もうこれはどっかのタイミングで、まあ、チャンスあれば仕留めるという程度でいいかなと思います。ダバオの基地司令は塚原さんです。さて、レイテなんですけども、空爆をちょっと受けています。で、ちょっとまずいのがですね、第5艦隊、ここで今、攻撃をまさに受けるところなんですけども、まだですね、レイテの中にいるんですね。これ、レイテの中にいる状態で空爆を切ると完全に消滅しますね。残念ですけど。ここは、第5艦隊、井上さんの艦隊を使ってマニラとレイテの間を往復させるというのが、まあ、まずは失敗ということになってしまいそうです。ヤマト武蔵がですね、新しくアメリカ軍の空母5、戦艦2、巡洋艦3という敵艦隊発見してます。これの追撃戦に移っていきましょう。ヤマト武蔵がアメリカ軍の航空機150機の攻撃を受けます。輸送船にダメージ出ましたが、戦艦、巡洋艦、戦闘艦にはダメージ出てませんで、敵はアメリカ軍第2艦隊です。では、メナドの基地航空隊で、アメリカ軍の艦隊ですね。ここに攻撃仕掛けていきましょう。全169機、全機出撃します。空母に直接攻撃ですね。正規空母、バンガーヒルでした。まずはやっぱり正規空母狙いたいですね。バンガーヒル、撃沈です。はい。航空兵力40機以上失いましたが、正規空母バンガーヒルを撃沈しています。ここも波状攻撃を仕掛けて、敵のね、直縁を上げさせない、あるいはすり減らす。これを繰り返していきましょう。では、ダバオの基地航空隊も同じくですね。今、バンガーヒルを撃沈した敵艦隊に向かいます。全118機出撃です。では、空母に直接攻撃仕掛けます。キャボットですね。軽空母キャボット。これをね、なんとか仕留めにかかりましょう。キャボット撃沈です。もう空母をね、やっぱり中心に狙っていきたいかなと思いますので、狙いは空母に絞りましょう。続いて、次の空母に攻撃仕掛けていきます。正規空母ミトレビット。さらに正規空母ハンコック。ここ正規空母2隻いたな。こっち先狙いたかったですね。まあ、魚雷撃ち尽くしましたので離脱します。ダバオの基地航空隊ですね。だいぶすり減ってしまいましたね。まあ、ただ、それでも空母の数、1隻ずつ確実に減らしてますので、頑張っていきましょう。第4艦隊ですね。ここは、不装のいる部隊ですけども、これがアメリカ軍の航空機117機の攻撃を受けます。なんとか戦艦が持ちこたえてほしいですね。はい。なんとか逃げ切っています。戦艦に巡洋艦中、駆逐艦4健在です。敵はこの第4艦隊に攻撃を集中させてきますね。航空機、今度は80機の攻撃を受けます。ここも逃げ切りたいところですね。はい。まあ残念ながら、戦艦、不装2隻撃沈されてます。まあただ巡洋艦まだ残ってますからね。
敵に一撃を加える準備はしておきたいと思います。はい、ではヤマトですけども、敵艦隊に攻撃しかけましょう。これは敵空母全滅させたいところですよね。敵は空母3戦艦2というところですね。大兵力になっています。戦艦サウスダコタ一撃で撃沈です。ここにエセックスがいますね。軽空母ブリンストも撃沈してますけど、エセックス撃沈しておきたいですね。数で言うとやっぱりエセックスの方が圧倒的に、航空兵力積んでると思うので、エセックスを撃沈するのを優先しましょう。エセックス撃沈です。まあこのアメリカ軍のね、艦隊に関してもエセックスを撃沈できたことによって、まあ事実上ほぼ武力化できたのかなと思います。アメリカ軍の第4艦隊でした。はい、ではね、今回は今までになく順調に、ごめんなさい、作戦進んでますけども、このままですね、レイテンにしっかり陸戦隊を補充しつつ、接近してくる敵艦隊を撃退していきたいと思います。